ました。逆転の運動というものが、一極集中の逆がそこで生まれる可能性というのが出てきた。でもし今のままの状態でいたら、一極集中は誰も止められない。構造的に止まらないと僕は思いますね。そうすると、この止まらない挙句に何が期待されるかってしたら、ハザードマップ直下型しかないだろうというのが僕が最初に考えたその大きな筋書きなんです。で、そういう言い方がいいか悪いか分かんないけれど、まあ極端に言えば歴代の死と移転というものが全部死、大きな災害をきっかけに起こった。死と移転してもいいだろうというのが、まあ、福島にたたりの話です。で、そういうことで沖縄もまた一つの問題として、こうで提案をしているわけですけれど、まあ極端に言えば3度アイデアという散らばらせるアイデア、そういうような考えがもう一つ出てくるかもしれません。でどっちにせよ、で世界で主権国家である限りキャピタルはいる。キャピタルがいるときに、この、主権の存在、実在しているポイントをどういうように配置するか。日本はなぜか全然動かない。でそれは過去50年、60年のさまざまな首都移転、国会等移転計画というのを日本政府がずっとやってきながら、ついに雲散霧消して何もできない、